ですか、あれだ、あれだぞ、やば、やば、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、わー、フラジュース、ええやん、ええやん、ええやん、全然違うの、隣？やってるかも。天然はちょっと君君果汁なかったもんね。君君果汁、まあ全然名前違うな。そうだそうだ、アナザースカイごっこをやらなきゃいけないんだった。そう、説明しよう。アナザースカイごっことは、ここは今年のアナザースカイ開幕開催です、っていうのを自分が好きなスポットでやるという。わかりました、やりましょう。すごいよ。系列をまず選ぼうか。先生、現地は 100%、 すごい。ジュースはジュース、オッケー。だから選ばれた子かやね。うん、スイカってさ、まだ美味しいんかな。あるスイカ、うん、あるスイカ美味しいかな。スターフルーツとパイナップル、あ、それも美味しいんだ。なんか響きがうまそうだな。うまそうに見える、いいと思う、うん、私はやっぱスイカが好きやからスイカ飲みたいんだけど、スイカは失敗する可能性もあるわ。どうですか、うん、いいですよ、いいですか、うん、じゃあスイカとこのスターフルーツとパイナップルを、はい、良いと思います。你好、スイカ1、スターフルーツパイナップル1、ノースターフルーツがない。あ、OK、あら、何美味しい？プリーズ。アップル、行っちゃっていい。おいしい。あー、ありがとう。リンクのお昼にハオ
やばい。ガウレ。ガウレやばいよね。ちょっとさ、形状違うから、そう、うん、もう引けた。あ、よこ。ナイスチョイスだ。ね、うん、めっちゃ、すごい美味しい。そうね。美味しい。このまま夜市に突入したい。うん、そうだね。え、これマジでうまいじゃん。うまい。しあれま。このさ、オレンジがまたさ、日本のみかんとはちょっと違って、すっきりした感じの赤なんだよね。そうそう。だからパイナップルとかもよくある。すごい。え、ちょっとマジで店が変わっても美味しいんだよ。味は変わらない。うん。水みたいに入ってきますわのやつや。体にスーッと。え、すごいない？ビタミン C がね。うまい。永遠にローテーションが組まれてるんだけど。スイカうまいな、うん。うまいんだよ。このスイカうまいよね。美味しい。もうなんか飲んでしもたわっていう感じの字だわ。ね。飲んでしもたわ。やっぱちゃんと調べてから来るって大事やな。大事。ありがとう。いや、よかったよ。行きたいスーパーの近くにあったからよかったわ。あー、これ何回でも飲んじゃうわ。いや、すごいね。あんギューってやってこんな出るんだねっていうぐらい出たよね。出た。いっぱい出た。400円ちょっと。いや、もうちょっと日本の駅のさ、スタンドは学んでほしい。この量やね。これはなかなかできないね。台湾だからできるって感じよ。本当に果物がすごい豊富に取れて、しかも安価だからっていうのがあるよね。これはすごいね。いや、うまいね。圧倒的なうまさ。圧倒的な顔してください。美佐子がさ、時々振るんだけどさ、私そんな顔芸できないの知ってるよ。顔芸担当あなただからね。自覚、はい。あ、そういうことか。あ、気づかなかったわ。そうだわ。じゃあ、圧倒的な顔、お願いします。おー、めちゃくちゃ圧倒的だわ。さすが顔芸の神ですね。あ、渋い目をした。これ、圧倒的に興味ない顔です。両方言えてる。絶対うまいよ。いや、全然美味しくない。あれ違うやん。完成されてる。それぞれがね、100たす100はね、200にはならん。ならんかった。なんでないんだろうね、日本。あっておかしくない。オレンジパイナップルか、うんうん、オレンジキウイはあるやん。なんかオレンジの、うん、ジュースにキウイの果実を浮かせるみたいな。へえ、そうそう。果実がちょっと入ってるぐらいだとさ、そんなに味がさ一緒にならないからさ、一緒に絞ってるからやっぱこんだけ味がさ見てくれる。すごいよね。いや、酸っぱみの種類というか方向性が違うのに、なんかちゃんとまとまってる感じがめっちゃうまい。そう、これも多分配分間違ったらパイナップルがすごい買ってしまってとかあるんやろうね。そうなんだよね。多分ここでやっぱ配分うまくやってるのかな。うまい。大成功。大成功です。今回分かったことは、11月に来ても果物うまい。うまい。全く問題じゃない。いいわ。来やすい。来やすいよ。来やすいよ。家の近くに欲しい。いっぱい500円でも飲む。飲む。通うよ。通う。バイバーイ。あれ2つにしてよかったね。やっぱり一人っ子だったら多かったね。うん、これもやっぱね、3人ぐらいの旅の良さよね。そうね。合意的なやつですこれ。絶対やるべき。ここにはパンが売っているか、そこに足を踏み入れてはいけないのだ。私には唐揚げがある。唐揚げだ。唐揚げしかないのだ。唐揚げを持っているのだ。唐揚げが私を待っているのだ。よし、足を踏み入れたな。やっぱオイルプロダクトが、うん、一手間かけた感じの商品のことをプロダクトと呼んでおります。なるほど、はい、なるほど、わかりました。そう、そういうこと。